はいどうも、パルプンテ浦レッズ激烈応援チャンネルですということで、今回意外な都市もということで、過去3年間の優勝&準優勝クラブ、3節終了時点での、勝ち点というところを見ていきますということで、さあ、我々浦レッズは優勝候補と、言われながらも、1勝1分け1敗スタートというところ、まあなんとかね、まあ、全てタイで、3節を追うことができました。で、じゃあ過去3年間の優勝クラブと、準優勝クラブ、要は年間通して優勝争いを演じたクラブの、まあ、開幕3試合終えた時点の勝ち点、何歩取っていたか、どんな結果だったかってところの、ちょっと調べてきましたんでね、それ見ながら、ああなるほどなとかね、やっぱりそうかみたいな感じも正直あるんですけどもね。じゃあ見ていきましょうかね。こちら、トップ2の3年間の開幕3試合というところで、左上21年優勝&準優勝はフロンターレと、マリノスでございました。で、見ていくとフロンターレ、まあ優勝したフロンターレは3連勝スタートというとこでしたが、2位のマリノスですねが1勝1分け1敗、あれこれ浦レッズと一緒ですねこれね、21年の準優勝、あれマリノスとね浦レッズ実は1勝1分け1敗スタートで実は一緒なんですね。ただやっぱり優勝するにはね、3勝を挙げたフロンターレ、まあ勝つに越したことはないよねっていうところですよね。で、22年の優勝&準優勝、1位マイナス、あれ1勝1分け1敗というところでね、実はマイナスはね、21年22年の優勝と準優勝クラブにはなりますが、まあ1勝1分けスタート、まあ実はマイナスはね、まあ、23年はね、ベストしても、まあ実は開幕は3試合はそんな良くなかった、年がこの3年間中2回あるというところです。で、2位のフロンターレは2勝1敗というところでしたが、この1敗というのが実は1位のマイナス、多分これ開幕戦か開幕2節ぐらいだったかな、ね、マイナスとフロンターレが、ね、対戦したゲームが、あったと思うんですけども、この3試合のうち1回がマイナス川崎のゲームがあって、フロンターレはこの、ね、マイナスに負けての1敗というところで、直接対決で敗れたという1敗にはなります。で、逆にマイナスからしたら、ね、そのフロンターレに勝った1勝、それ以外は勝つことができなかった開幕3試合という、まあ、21年、22年の状況でした。じゃあ昨年はどうだったかってとも出してますけど、神戸、やっぱ3勝しているんですね。やっぱり優勝するクラブっていうのはこの3年間でやっぱ2回、ね、2クラブが開幕3連勝スタートというところ。ただ今シーズンに限ってはね、3連勝どころか連勝がそもそも、どこのクラブもなかったんで、まあどこのクラブも、この数字に当てはまらんという今シーズンの、スタートだから、本当全部マリノスみたいな数字のクラブがいくつか、あるのかなという感じもしてます。だから実はね、この数年間の、開幕3試合、終えた時点での優勝準優勝クラブの勝ち点と、今シーズンはちょっと違うというところだってきますね。だから昨年神戸は3連勝スタートだったんだけども、全部マイナスいますもんね。だこれ見たらね、マイナスは2勝1分け、まあ、昨年はいいスタートを切った横浜 F マイナスというとこなんで、まあ我々浦和レッズで言うと実は当てはまってるのが2つありますよね。21年準優勝のマイナスの1勝1分け1敗と、22年の優勝者のマイナスの1勝1分け1敗したと。まあもちろんこれは、まあ、ゲーム内容とかね、成熟度とかで考えるとちょっと違いますよね。まあこの時のマイナスってもうチームとしてもまあ成長段階を終えてもう一番完成された状態の、まあ、21年から23年の、3年間ではあって、で今シーズン浦和レッズはこれから上がっていこうとしていくチームなんで、安定性は正直過去のマイナスとかの方が、それはあるというところで、ただここから浦和レッズが、ね、安定して数字を残せば、まあ、あくまで数字上は、まあ、1位とか2位とか年間通した優勝争いは可能というところ。もちろんさっき言った、ね、チームのゲーム内容とか成熟度でいうとまだまだ不安要素が強い、一応勝ち点だけとかで、考えることはできないんだけど、まだね、少なくと結果、本当結果だけ見ればね、まだまだ悲観する内容ではない。過去の浦和レッズと、今年か今年の浦和レッズと過去のね、まあ、優勝争いを演じたクラブとでは、まあそんなに勝ち点差はない。例えばこの3年間中ね、2回は3連勝したクラブが、優勝しています。たださっきも言った今シーズンちょっと特殊なシーズンというかね、勝ち点差がそんなにね、ないというスタートになりましたんで、まあ、どこのクラブも
こんだけの数字とか、まあ、優勝争いする、可能性があるというところになってきます。さあ、浦和どこで終わるか、まあ、次の湘南ベルマーレ戦一つ重要なところでしょうね。次の湘南戦勝てば、まあ、2勝1分け1敗で勝ち越すことができますし、ね、ここから、ね、もう一回自信になる、勝利になるっていうところと、あとだからそこから中断期間入りますよね。2週間近くが代表ウィークが挟まりますんで、約2週間ちょいぐらいかな、J リーグ中断期間、J1 中断期間に入りますんで、そういうことを考えていくと、まあ、その、ね、2週間の、代表ウィーク の、ね、その試合がない中でどんな調整をするか、まあ、4試合終えた時点でどんな、ね、修正を施すことができるかどうかというところです。まあ、何にせよやっぱ気持ちよくね、まあ、勝ってねこの代表ウィークは迎えたいで、気持ちよくやっぱ勝ってね2週間の休みに入るのと、まあ負けてとか結果が出ずね、中断ウィークに入るのとではまだちょっと変わってきそうなんで、ね、本当重要なゲームになるというところでしょうかね。はい、ということで今回以上です。ちょっと今回短いですけどね、また、試合前日か、土曜日に、プレビュー動画上げますんで、そっちもよろしくお願いいたしますというところで、以上パルムンテ浦和レッズ激烈応援チャンネルでございました。よかったら動画概要欄にあるメインチャンネルもよろしくお願いします。